5月13日木曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。もう今日はね、玄関開けると日が昇る前からしとしとと雨が降っているなぁと。これ夕方ぐらいまで続きますか？そうですね、今日は1日雨になりそうでして、特に南部では雨が降ったり止んだり繰り返しそうですね。で、沿岸部では雨足が強まることもありそうですので、なるほど、そのね、雨の降り方の変化にもお気をつけください。ちょっと丈夫な傘を持ってった方が良さそうだという感じになります。はい、さあ、昨日はね、曇りながらお天気持ってまして、で、まあ、私番組が終わった後に、まあ、残務を片付けつつですね、で、国会だとかその辺にこう取材に行ってたんですけれども、で、まあ、あの合間の時間でチラチラとこうスマホを見ていてですね、でトレンドワードなんての見てたら、油壺マリンパークって入ってて、お、なんだと思ってですね。油壺マリンパークというとですね、私小学校、まあ小学校から実は横須賀に越してですね、小学校入学と同時に、で、その小学校の秋の遠足、今どうなんですかね、僕の通ってた横須賀市立大矢部小っていうところはですね、まあというか横須賀の小学校みんなそうだったと思うんですけど、春と秋に両方遠足があったのよ。で、春の遠足は歩いて行けるところで、ちょっと遠くへ出るみたいな校外学習みたいな遠足で、うん、はい、で、秋の遠足はちゃんとバスを仕立ててですね、で、ちょっと遠くへ行く遠足っていう感じの、こう、振り分けができてたんですけど、で、その、初めて、みんなでバスに乗っていく秋の遠足の行き先がですね、油壺マリンパークだったんですよ。ねえ。で、それだけじゃなくて、やっぱね、近所と言ったらあれなんですけど、はい、近所と言いながら、その、車でですね、うん、親父が車運転して、うんうん、で、まあ、30分ぐらい、30分も行かないかな、2、30分で着くという、ちょっとした観光地だったので、はい、結構よく行っていたわけですよ。ね、そうですね。で、その油壺マリンパークがですね、なんでトレンドワードに載ってたかというと、うん、閉館へと、53年の歴史に幕というですね、知ってます？油壺マリンパーク。私行ったことありますよ。マジっすか？大学生の時に行きましたよ。よく行ったね。よく行ったねとか言ったら景品休校に失礼なんだけど。あ、そう。はい、大学時代、その、三浦について、その町おこしのことについて、調べていて、まあ、研究していて。なんか特撮の町おこしみたいんで調べたよね。そうなんです、そうなんです。ね、よく、そのね、三浦の地域っていうのは特撮のこう、撮影としてもこう、使われている部分もあったので。磯の部分とかね。そうなんですよ。馬の瀬道門っていうのがね、結構有名だったりするんですけど、それで研究していて、三崎口駅降りて、バスに乗って、はい、で、うん、そのまあ研究する場所に向かってこうブーンって進んでいくんですけど、途中まさに岬巡りの世界だよ。そうです、うん、で途中絶対そのマリンパーク通るじゃないですか。通りますね。行きたいな、ね、行きたいな、でも今日はちょっと研究だもんなと思って通り過ぎて、プライベートで改めて行ったんですよ。行った、はい、あそこね、ちょっとひなびた感じの雰囲気でさ、でも開館当時は東洋一と言われた大回遊水槽とか、はい、ね、魚がこう目の前を泳いでいくとか、まあ、子供心には本当に興奮した覚えがあるんですけれども、ね、で、しかも鉄道ファンとしてはですね、あそこ実は今京浜急行の終点三崎口って駅ですけれども、三崎口駅は切り通しみたいになってて、あれその先伸びるようにできてて、で実はその計画が油壺終点っていうですね。あ、そうだったんですか。そうなのよ。三崎口駅のさ、先階段上がっていくとロータリーがあってってあるじゃない、うんうん、ありますね。あれでもさ、ちょっとホームから直接上がるんじゃなくて、左に折れてからちょっと上がるっていう。そう、そうなんですよ。そう、仕組みがまさにそうで、だからまっすぐ線路はそのまま行くつもりでいたっていう。そのために結構用地買収もしていたなんていうね、話もあったらしいんですけれども、なんというかね、見果ての夢というかね、一大観光地としてリゾート地として開発するその中心でもあったというね。そうですよね。歴史に翻弄された部分があります。あそこにこう、あそこからその、なんでしょう、沈む夕日を眺めたのが本当に思い出で。そうね、相模湾の方がね、一望できるからね、あそこはね。そうですよね。いや、鉄道会社がですね、作る、施設っていうのが、こう、どんどん、こう、閉まっていくっていうのは非常に寂しいものがあって、かつて南海の三崎公園というものが2020年、去年の3月に事業撤退というのがありましたし、まあ、他にもですね、今だから残ってんのは、平パーぐらいかなと。
平方パーク、はいはい、京阪のね、あの宝塚ファミリーランドっていうのもなくなってしまったし、なんかそういうこうね、豊島園もそうだしさ、ね、だから関東では西武園遊園地がね、そうですね、今度また昭和をテーマにしてなんていうのがあるから、ちょっとその辺をちょっと期待したいと思うんですけれどもね、はい、いやいや、まずは9月30日までということが発表されておりますんで、まだまだこの夏はコロナがなければ楽しめるかなとね、いう感じでもあります、はい。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ツイッターのタイムラインを見るとですね、番組の前ぐらいから、上柳さんと私同い年みたいな書き込みがいっぱいありまして、さっきそういえばいじってくれって、あの干支は同じなんですよ、はい、鳥年なんですけど、す上柳さんとの間ですね、12歳どころか24歳の差があると。本当だよ。本当ですか。上柳さんが入社した年に俺は生まれたはずなんださっきまた岬巡りの話とかしたんで、はい、またそういうこう年齢詐称疑惑が出ると思うんですが、疑惑は深まったというやつですねやめろその朝日文学みたいなさて、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです、6時半頃から登場いただきます。まずは東京都小池都知事の最近の動向について伺っていきましょう、それからワクチンの大規模接種についてデジタル庁発足、機能法案が成立しました。それから静岡県知事選挙について、さらに7時40分過ぎスクープアップのコーナーでは、国際技術ジャーナリストでセミコンポータル編集長兼ニュース&チップス編集長の津田健二さんと電話をつないで、半導体産業の現状、日本への影響について伺ってまいります。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に、種の滝からラディッシュのルビーコメットやスイートバジル、F1 サンリッチ混合など野菜と花の種のセットをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。スタジオ長官各社入ってまいりました、まあ、コロナワクチン接種についてというところで、まあ、切り口を変えて各社さまざま書いてきているということです。6都府県では緊急事態宣言が、まあ、延長になっておりますけれども、今日から5月末までと、まあ、4都府県延長、そして愛知、福岡加わるという形、朝日新聞はそれが一面トップ、宣言拡大出口は見えずというふうに厳しく書いております。それから毎日新聞は国内で9割を超えた事象がイギリス型の変異株になってきていると、いわゆる N501Y 変異というやつだそうですが、京阪神ではほぼ 100% ということ、まあ、感染、国立感染症研究所の、調査というところでまとめたというところです。それからですね、コロナワクチンについて、なんですが、これもまた切り口を変えて読売と産経が書いてます。読売は、大規模接種17日から予約というところを一面に取ってます。東京と大阪の会場でね、大規模接種を行うと、で、それは、オペレーションについて、自衛隊がやるということですけれども、まあ、予約はネットのみで対応ということで、ホームページの専用コーナーを作るんだということ、まあ防衛省の中にそういったものを作る、それから無料通信アプリ LINE でのみ受付、電話対応は行わないということなんですが、その LINE についてですね、産経一面、ワクチン予約一時停止複数自治体、アメリカの IT 企業、まあこれセールスフォース .com の障害が原因ということではあるんですけれども、 LINE を利用したシステムがこれで落ちちゃってるんですよね。でそうじゃなくても LINE のあのデータを利用者に、まあ、特に承認を受けずに韓国だとか中国だとかに移していたみたいな問題って、あれそういえば全く片付く前に、こういうの始まっちゃってなし崩し的でいいのかっていうのはちょっと疑問として、非常に思うところでもあります。まあ、デジタル庁のね、設置、発足とこういうのもありますんで、まあ、これも後ほどね、取り扱っていこうと思っております。で、まあ、そんな中でですね、そうなんですよ。で、日本経済新聞は LINE だけじゃないぞっていうのをですね、個人情報6割が海外移転、アプリ15社、丁寧な説明重要という一面を書いています。一面見るだけでもですね、今日はなんかいろんなことが掘り下げられるな、というところなんですが、まあ、なんといってもこの、データ利用についてのルールが曖昧だということもあるようであります。
で、そんな中ちょっと気になるのはですね、 WHO 世界保健機関であります。このコロナ対応についての報告書をが今ですねまとめられているというところなんですが、その中でですね、これは産経の国際面で結構大きく書いてますが、コロナ拡大 WHO 中国人批判消えるという、独立調査委員会の最終報告書が公表されたんですが、この中で、対応の遅れ、WHO だとか先進国などの対応の遅れが原因で感染拡大を防げなかったという見方を示したと。で、去年1月にはですね、中間報告の中で、公衆衛生対策をより強力に実施できたはずであることは明確だというふうに、中国の地方や国の保健当局の対応を批判していたんですけれども、最終的に取りまとめられた報告書ではその表記がなくなったと。このですね、独立委員会の共同委員長を務めた、ニュージーランドのクラーク元首相が12日の会見の中で、中国の対応は遅れていたが、対応の遅れはどの国にもあった、一つの国だけの問題ではないと説明をしたということであります。なんかみんなやってたからこれ問題じゃないんだよみたいな感じで、これとんでもない奇弁だと思うのはですね、最初の初動対応と、そして、それを受けて世界中に広がってきたところで対応するのとでは、同じ対応の遅れでもですね、後のインパクトが全く違うと。なんならば自分の国の中での問題と、一番最初の初動はそれが全世界に広がるという意味で全く違う意味を持つというのにもかかわらず、そこの部分が、掘り下げられていないというのは、こういうことがあるとやはり WHO は点々ということにもなってしまうと。その上ですね、ニュージーランドという国もね、これそれこそ今週秋田博之さんも指摘をして、いたりもしましたが、ファイブアイズと言いながら、ニュージーランドという国はどちらかというとこれ、自分たちと本当に価値観を共有しているのかどうなんだろうねというこのところは疑いの目で見られたりとか、あるいは、今週火曜にご出演された奥山雅史さんが、訳をした静かなる侵略というね、本の中では、ニュージーランド相当こう侵食されているぞみたいな話まで出てくるということも考えるとですね、やっぱり WHO は点々というところは、思っておいた方が良さそうだと。以上、ここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ワクチンについてですね、墨田区の匿名希望の女性の方からメールをいただきました。64歳の方、ワクチンの予約取れました。15日集団接種で、予定ですと。昨日問診票を書こうと見たら質問項目にあなたの主治医からワクチン接種をしても大丈夫ですかと書かれていました。持病のある私は主治医の先生にワクチン接種の可否を聞きに行かなければならないんでしょうかねと。それなら初めから主治医の先生にワクチン接種をお願いできたらいいのになと思いましたと。集団接種と個別接種をこう合わせてハイブリッドにしてやるというのがね、各自治体それぞれのやり方でやってますけれども、こういったことも起こるのかと。ただ主治医の先生にね、聞いて、で問診票も何だったら持ってってですね、で一緒に完成させるということをしたりなんかすると、実際に接種を受けに行った時に非常にスムーズですよというのは東京都医師会のね先生にお話伺ってると非常に言うところでもありますし、自分も持ってる方はまず主治医の先生にかかりつけの先生に相談するっていうのは大事ですよ、というのはおっしゃってましたんで、その辺をね、使いながらちょっとうまくやっていきましょう。また接種しましたよってどんな様子だったかっていうのもね、ぜひ聞かせてください。メールありがとうございます。引き続きお待ちしております。ここが気になるプラス、この時間から、コメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、東京都、新型コロナ緊急事態宣言は31日まで延長になりました。で、一方で小池さんの小動き等々というところを解説いただきます。いろいろ取材してますけども、なかなかわからない、というか、
いや、一番今注目されてるのはやっぱりオリンピックへの対応でね、はい、小池さんが何か、まあ言い出すんじゃないかなっていうね、まあ僕もその一点に絞って結構取材してますけどね、これはまあ周辺 の、 あの人たちなんかに言わせると、やっぱりオリンピックについていろいろね、意見をいろんなまあ人から聞いたりね、はしてるみたいだけど、で小池さんなんて言ってるのって、あ、もちろん一対一は何も答えないけれど、で周りの人になんかそういうね裏で何か言ってんのかなと思って言ったら、はい、何にも言わないって。ああ何も言わない、うん、まあ意見聞くんですよ、みんなの意見ね、自分はから何も言わない、言わない、そう、って多分そういう雰囲気だと思うんだけど、はい、でもこれってね、まあ、ずっと長く、まあ、取材ずっと小池さんを取材してきてて思うのは、あの人ってやっぱね、大きな行動出るときって、はい、急になんか寡黙になるじゃないか、黙っちゃうでしょ。知事選出るときもそうだったし、はい、それから希望の党のときもそうだったしね、そういうふうに考えていくと、要するに今、おそらくオリンピックについては、はい、なんていうかな、一回リセットしてね、あらゆる可能性を僕は考えてると思うんですね。もちろんやるというね、前提でも、まあ、例えば何が必要なのか、例えば無観客とかいろいろありますよね。それとか、まあ、例えばじゃあこういう状況であれば、例えば中止なのかとかね。はい、それから何といってもやっぱりそのお金の問題っていうのを、これ中止に含めて、開催含めて、絡むとやっぱ大きいんですよね、はい、お金が。だからそういうところのことを考えたりね、してるんじゃないかなと。で、どうもね、組織委員会の人たちとかもいろいろ聞いてみると、2ヶ月前、はい、つまりまあ今月の23日が、もうこれぐらいが一つのもうそのリミットだと。それを過ぎるともうやるものをひっくり返したり、やらないものをひっくり返したりっていうのはなかなかできないからね。となるとやっぱり今月いっぱいぐらい、なるほど、小池知事よりこうまたこう劇場みたいなのがね、出てくるのか、なんか可能性はありますよ。まあどやるにしてもやらないにしてもね。いや、11日に二階幹事長と自民党の会ったっていうのがね、出てきていて、これね、ポイントポイントでほらよく言ってるわけですよ、本当はだからね、オリンピックなんか例えば菅さんとね、はい、2人で裏で話してって、ね、これは正しいんだけど、まあそれはもう望むべくもないというかね、関係あんまりよろしくないわけだからね。でも二階さんとかよく言ってるんですね。でも今回はね、なんか特別何かという感じではないので、テーマとしてコロナでは、だからある意味ではそのまあみんな想像しますよね、思わせますよね、何か話したんじゃないかっていう、なんかそういうある種の、まあ、小池さん流のね、あれだったかもしれない、情勢みたいなものが、そんなちょっと気もしましたね。はい、まずは小池都知事の動向についてでした。今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。感想もすでにいただいております。小池都知事の動向、我孫子の伝三郎さん。はい、さもありなんと思いました。まさに嵐の前の静けさですかね。と、小池さん。黙ってる時が一番怖いんですよ。丸川大臣にほら、はい、はい、ちょっといろいろ言われたでしょ、はいはい。あの時に小池さんが何て言うかって言ったら、割と冷静に、まあ、競技をしてまいりますでしょ。ああいうのが一番怖いんですよ。確かにムッとして言い返すかと思ったら、いや違う違う、冷静な時が一番怒ってる冷静な時が一番怒ってるじゃないかと 僕はやっぱり長く見てそう思いますね。だからこそ今のその黙ってるのは不気味で、これ都庁の中でもね、あんまり小池さんが五輪に触れないんでね、っていう、はい、なんかあるんじゃないかっていう空気も持ってる、やっぱ都庁の職員結構いるんですよ。いや確かに知事の一言っていうのは重いですもんね、都庁の人にとっては特に。いやそうです、それが黙ってるわけでしょ。だからね、まあちょっとどうなるかね、はい、注目だと思いますよ、はい、はい。5月13日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。東京大阪のワクチン大規模接種、17日予約開始。
防衛省は昨日、東京と大阪に今月24日月曜日開設予定の新型コロナウイルスワクチン大規模接種センターに関する対策本部を開き、1週間前の今月17日月曜日、来週の月曜日ですね、から予約を受け付けると決定しました。1日最大東京で1万人、大阪で5000人の接種を目指します。対象は東京会場が東京、千葉、埼玉、神奈川1都3県にお住まいの方、大阪会場は大阪、京都、兵庫2府1県にお住まいの方ということです。これもうワクチンは菅さんが去年の12月からとにかくワクチンにかけてね、はい、もうやってきてるわけですよね。河野さんというこの縦割り打破大臣も作ってですね、そうですね、だものすごくかけてるのは分かる。それからまあ7月には高齢者とにかく打ち終わるんだというね、あの目標も立てて、いうことなんですが、これね、はい、実際にもう接種が始まっている、まあ、ある自治体のちょっと幹部にね、取材ができたんですけど、こういうこと言ってました。つまりね、やり始めて打ち始めたら初めて分かることがたくさんあると、特に、はい、まあ、集団接種ですよね、会場に来てもらってっていうで高齢者の始まってるで、ね、実際にやりだしたらこんなこと気づかなかったのにっていうのが出てくる。例えばね、その高齢者の方だと、例えば歩くスピードそのもののことを言うんですよ。あ、つまりその、まあ、打つと場所に入ってきて、そして打って出ていくまで、はい、さっと来てさっと行く、さ、当然ちょっとね、あ、足が、で、なかなかこう歩けない方もおられたりして、でそこでね、1分2分って例えば時間が、まあ、俗に押せばね、うん、1日終わりがけにはもう1時間ぐらい、つまり予定が押しちゃったりとか、うん、で歩くって、そういうそこの部分とか、あとは付き添いの問題とか、付き添いがいる、いない、いなければ、いても、例えばあるところから看護師さんが変わるとかね、あと問診、はい、これはやっぱどうしてもね、もう短くと言ってても短くは終わらない。そんなようなことがこう出てくるわけですよね。でだからやっぱりこの会場に来てもらって打つっていうのは、やっぱ高齢者の場合はいろんなね、そういうことも出てくるので、必ずしも全て予定通りに時間通りに行くかというと、はっきり言っても難しいと。あ、それでまあその彼が言ってたのは僕はなるほどなと思ったんだけど、やっぱり高齢者の接種はね、はい、そのできればやっぱ地域で打てる体制、つまり自分の生活の範囲の中で打てる、例えば、うんうん、かかりつけ医とか、はい、これはアメリカなんかやってる、まあ、日本では無理かなと思うんだけど、例えば薬局で薬剤師さんが打つとか、だから逆にその打つ人が高齢者施設に行って、はい、こっちから行ってその生活の中で打っていく分にはこれ時間取りできるんですよね。つまり高齢者の接種っていうのは できる限りね、自治体が工夫して、うん、その住んでる場所で打てる、そういうことをね、今からね、すぐにはできませんよ、一晩では。だけどそういうことをまあ徐々にやっていって、これからみんなが打っていくわけだから、はい、そういう意味ではそこにはつながっていくんでね、一晩では改善できないだろうけども、そういうことをやったらどうかって。で僕は非常にやっぱりこれ現場のいい意見だからね、これも政府が吸い上げて他の自治体にも僕はフィードバックしてあげる、参考にね、はい。でその人がもう一つ言ってたのは、さっきまさにおっしゃってたその東京の大規模接種、はい、接種、だからこれは相当大変ですよと。おそらく交通機関集まってくる密の問題、はい、で高齢者でね、1万人っていうのはなかなか、だから1万人一箇所よりも、はい、例えば2000人で5箇所とか、それできるかどうか別としてもね、はい、できるだけその地域や住んでる生活のところに落とし込んでワクチン接種っていうのをやっていくようにシフトしていった方がいいんじゃないか。僕はもう非常にこういい現場ならではのね、話聞けたなと思ったんです。その辺ちょっと政府も考えてほしいなと思いますね。まあ、特にこれからそのね、現役世代とかになってくると、うん、まあ、そこは時間は読めるかもしれないけれども、うん、今度は、人をどうするとか流れの問題とかっていうことにもなってきますもんね。うん、そうです。だからまあ変な話、職場でも打てるし、例えばでしょ、はい、だからとにかくできる限り生活の中でどこで打てるかっていうね、一気にやるにはこう集団で集めてバッっていうのもありなんだけど、はい、その辺はもう考えてやっぱ行って変えてってほしいですよね。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。
おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。デジタル庁9月に発足、行政オンライン化促進へ。本日デジタル改革の法案が成立をし、長年の懸案でありました我が国のデジタル化にとって大きな歩みになると思っております。マイナンバーカードの普及率は4割であります。保険証や免許証とも一体化を進めます。誰もがデジタル化の恩恵を受けることのできる、そうした社会を作っていきたい、このように思います。お聞きいただきましたのは、昨日総理官邸で記者団に対して話した菅総理大臣でした。昨日参議院の本会議でデジタル改革関連法が採決され、自民公明両党などの賛成多数で可決成立しました。デジタル庁は9月1日に発足となります。まあ、関連する6つの法律が成立をしたということであります。まあ、菅政権のなんていうのかな、まあ、一丁目一番地と言ってもいいかもしれませんよね、これ、はい、菅さんが掲げた中で、で、まあ、そもそもですけど、まあ、ちょっと一言言うとね、うんうんうん、これだから去年 9月かな、はい、政権ができて、まあ、半年とは言えないが、もうちょっとぐらいでもう成立でしょ、うん、そうですね、確かに、うん、飯田さんさ、うん、やればできますね。いや、で、これ昔ぐだぐだじゃなくて言ってましたよね、ね、うんうん、本当にやろう、改革やろうと思って法案作る、はい、成立させようと思ったら本気でやれやれるっていう。確かに半年ですもんね。でしょ、僕特措法の時も思ったんですよ。ああ、新型コロナ。そう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 、はい。これもだって本当は菅さんはこれ、うんうん、コロナ落ち着いてからやるなんて言ってたのが、そうですね。去年の12月ぐらいにやっぱりほらもうすごく増えて、はい、これやっぱ特措法さんなきゃいけないってなったらやるって言って、はい、国会が始まって、通常国会がもう他よりも先にまずそれやろうって言って。何ヶ月でできました。つまり、あれ1ヶ月もなかったんじゃないかぐらいのね。そうそう、この、デジタル庁の本質の話とはちょっと多い、ね、別に最初に言うと、やればできますねっていうことをまず、本当ですね、これ皆さん肝に銘じてほしい。で、永田町国会、ね、霞が関、はい、国民のためにやるべきことはもうすぐやれるじゃないかということです。で、さあ、それでそのデジタル庁の中身なんですけど、はい、まあ、いろいろ、ありますけど、これ一体何の目的かっていうとこだと思うんですね。で、細かいところで、まあ、例えば、これデジタルっていうと、どうしても、僕らみたいなちょっと年取ってる人間はいわゆる個人情報の部分とかものすごく気になるわけですよね。はい、で、この辺が、例えば、この審議の中で、野党から、まあ、例えば立憲から、この辺の取り扱いを、もう少しちゃんとやるべきじゃないかっていう修正案みたいに出たけど、まあ、こういうのは反映されてないんですね。だから、その辺の、いわゆる強い権力を持って、その、個人情報に介入してくるんじゃないかっていうね、その辺の、やっぱりちょっと怖さっていうのは、ある。だから、これは、やっぱり、デジタル庁自身を、その、ま、運営していくにあたってね。やっぱり、この辺は、しっかり、運営する人間自身が。まあ、これ、首相の、総理の権限みたいになってきますけど、その辺のちょっと、意識をしっかりしてほしいって、もちろんありますよね。はい、で、ただ僕、デジタル庁っていうのは、その、一体何のためにっていう、そこがね、もっと僕は説明してほしい、はい、以前も飯田さんとここで話させてもらったけども、河野大臣がね、はい、非常に実は分かりやすいこのデジタル社会のことをこうイメージして説明してくれたんですね、僕が話をして。で、菅さんからなかなかこうまたこうちょっと通り一遍のというか、用意された文章でデジタル化によってどうのこうのって、ね、さっき音声聞こえましたけど、はい、そうですね、でも河野さんはね、ちょっと違う表現をするんですよ。で、それ何かってね、例えばデジタルっていうと非常にこう無機質で、まあ、なんとなくこう冷たい感じっていうかね、するんだけど、はい、河野さんはね、いや、デジタル社会って実はぬくもりなんだってわけですよ。それで、ぬくもりって、まずそこからこう意外で、ふっと僕なんか食いついたんだけど、何が言いたいかって、はい、彼は要するに少子高齢化の中で、もう要するに今までは当たり前に人がやっていた仕事を、そこ人手がなくなっていくわけですよね。で、人手が足りない、どうしようどうしよう、人の仕事がなくなっていく。
でそこにデジタル化があるんですと、うん、デジタル社会があるんですと、はい、つまり AI やいろんなものを使ってね、今まで人がやっていた、まあそんな難しいことじゃないけど、うん、そういうものをつまり AI やデジタル、これがそこをまあやるんだと、うんうん、そこで稼げるじゃないですかと、人手が、はい、じゃあそのそこで稼げた人手を本当に心を持ってやらなきゃいけない仕事や、そういうところにその人たちが回る、うん、少子高齢化の中でうまくデジタル社会になっていくことによって、はい、本当にぬくもりのあるね、うん、その仕事をそのぬくもりのある、まあ、人がやることによってぬくもりのある社会ができるんじゃないかと、少子高齢化対策とぬくもりなんだみたいなことを言うんでね、で僕は結構ストンと落ちて、うん、そういう考え方あるなという、まあ、納得するわけですよね。まあ、今だと事務作業とかに忙殺されて子どもの面倒あんまり、ね、ちゃんと見らんなくなってる学校の先生とかが助かるかもしれないし、うんうん、そういうことなんですよ。だから少子高齢化で人口が減っていく中で、いわゆるデジタル社会っていうのは そこをうまく助けるためにあるんじゃないかというような、まあ、説明をしてて、僕はこう非常にうまい、だから菅さんがそういうこと言ってほしいなと思うんだけども、確かにそうでしょうね、うん、なんかこうデジタル化とかって、あるいは AI とかこの先っていうと、なんか仕事がどんどん奪われるんじゃないかみたいな風に、まあ諸外国なんかで言う人もいますが、そうなんですよ、そうじゃない逆なんですよね。だからそれは僕はさっきも最初に言いましたけど、いわゆる個人情報の問題とか、この辺はやっぱりね、相当これからも、はい、見ていかなきゃいけないと思うんですよ。うん、これは大事なんだけれども、でも一方でデジタル社会のこの理念っていうのは、あ、そういうこともあるんだなっていうね、うん、この辺がやっぱり今回デジタル庁一生懸命やったことについてね、はい、まあどっちかというとこう縦割り行政を打ち破っていくと、うん、ね、これまで各役所がそれぞれ違うフォーマットのそのあれを使っててね、なかなかデータ一つも横で連携できない、はい、だから結局遅れるというね、まあ、今でもあるじゃないですか、ワクチンだって、もう厚労省はメインでやってるけど、なんだ、運搬は国交省で、はい、冷蔵庫は経産省だっけ、地方とのリレーションは総務省がやるとか、うん、総務省がやって、うん、小学校の体育館使うときは文科省がやって、でもそんなのが横串でね、はい、パートデータ共有できることによって、もう一発でそこは調整データもできていくわけですね、うんうん、だから国民生活の部分もそうだけども、だからそういう縦割りを壊すっていうのはあるんだけれども、はい、もっとやっぱりデジタル社会はなんだっていうね、その辺を僕はもっとやっぱり政府としてもうできるんだけど、これからも引き続きそういうデジタル社会の理念みたいなものをね、僕は説明責任というかしてほしいなと思いますね、はい、これから目指すべき、うん、あるいは政権として目指している社会が何なんだっていう、ある意味こう大きな構想と、うんうん、まあ、確かにかつてその大平総理の時代に田園都市構想っていうのがあったりしまして、はいはい、その後もこういろんなものは出てくるけれども、なんかこう各省の、うん、こう目玉政策寄せ集めみたいなものになっちゃったりなんかして、全体が想像できないと。そうですね、うん、デジタル社会って聞くと、だからやっぱりさっきも言いました、僕みたいなやっぱり年取った人間からするとその不安感とかね、うんうんうん、まあ、例えばその心なき人のこうぬくもりがなくなるとかね、全部機械に取って代わられるのかみたいな、ね、そう機械の社会かみたいな、そういうことで個人情報の心配とかね、うん、いろんなものが出てくるけれども、だから私はデジタル社会とは一体何かっていうね、それは引き続きね、僕はやっぱり政治の説明責任と国会でそれをね、はい、いろいろ議論してほしい。でやっぱり個人情報の扱いのところについてはまだね、これプラスアルファでずっとこれはチェックしていかなきゃいけないことだからね、なんかその辺が、はい、少し僕は今回も成立のプロセスでも、なんかイメージが足りなかった説明責任が、ね、あまり浸透しなかった。そう、河野さんうまいこと言うんですよ。だからなるほど、河野さん菅さんとねちゃんと連携、この2人は、はい、取れてますから、他はなかなか詰まっ、うんうんうん、パイプ詰まってるかもしれないけど、だからねこの辺をちょっと菅さんの言葉で説明したらいいんじゃないかなと思いましたけどね、それから昨日の国会見てますと、うん、まあ、このデジタル庁の方は、通りましたけれども、一方で採決が先送りになったのが、国民党、ごめんなさい、入管法の改正について、今焦点になってきてます、ね、これはだから要するにその難民の受け入れそのものの、はい、根本的なところに日本が遅れてるっていうね、うんうんうん、だからまあ
いろいろあるんだけど、その、まあ、施設がこういっぱいになっちゃうから、それをどうするかとか、前向きな部分もあるんだけれども、はい、まあ、要するに3回これ難民申請してダメだったら、もう強制送還するみたいなね。高校のところものすごくやっぱり引っかかるところですよね。だから、まあ、これはどっちかというと入管法そのものもそうなんだけど、はい、難民に対して日本ってどうすんのと、その根本論ですよね。で、こういう議論ってやってるんだけど、今どうしてもコロナでね。確かにね。だから、僕、採決見送りっていうのはありだと思う。もう少しこれね、やっぱり平場でっていうか、国民に見えるところで議論欲しいなと僕は思いますけどね。お送りしております OK コージーアップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。静岡県知事選挙。自民党の岩井茂樹参議院議員は昨日、来月20日投開票の静岡県知事選挙に立候補するため議員辞職願いを提出しました。明日の参議院本会議で了承される見通しです。来月6月の3日告示、そして20日投開票の静岡県知事選挙。現在のところ出馬表明されているのは、沼津市の自営業石原義弘さん、現職川勝平太さん、そして、今紹介がありました自民党の、岩井茂樹元参院議員と。まあ、今のところ3人ということですね。そうですね。ここはもうなかなか自民党がね、はい、候補出せるのかどうかということで、まあ、川勝さんはやっぱり実績もあるし、まあ、強いですからね。だから、どうするんだって中で、まあ、岩井さんが、ということになりまして、これ自民党本部の推薦もね、ということで、あれなんだけど、実はね、僕、岩井さんね、はい、もう今から10年、以上前に取材してるんですよ。うんうんうん、あ、そうなんですか。この2010年に確か当選したんだけど、その前に1回ね、はい、国選挑戦して落選してるんですね。あ、そうなんですか。その時にね、取材してしに行ったらね、ポスターをパッと見たらびっくりしたの、保守っていう文字が書いてあるんですよ。へー、ね、それで若い人のに保守と思って、もうそこでまずちょっと気を引いたんだけど、それで取材したらね、彼の保守論っていうのはすごい面白かったのは、まあ、どっちかというとその保守っていうのはほら、はい、守る変わらないっていう印象すごく強いんでしょうけど、保守っていうのはやっぱり少しずつ時代に合わせて改革していくのが保守なんですっていうね。あ、おーと。でね、彼が例に挙げてたのがね、はい、京都とかの老舗のね、うん、例えばほら、なんだ、着物とかのとこ売ってるとこあるじゃないですか。ああ、なるほど、呉服屋さんとか。呉服屋さん、そうそうそう、呉服屋さん、ありがとうございます。そこに入るとね、はい、昔ながらの呉服屋さんでね、こうなんか正座かなんかして、こうちょっとね、はい、着物着て、いらっしゃいませってやるんだけど、実はその膝の下にね、パソコンがあってね、そこでカチャカチャっと打ちながら、要するに商売をする。つまり、そういうことなんじゃないかと。保守は伝統を守りながら、そして新しいものを入れていく改革だっていう、はい、これかつて宮沢喜一さんがね言った、そのいわゆる保守は変えていくことだ、改革なんだっていうね、うんうんうん、なんかほら保守って堅くなに守ると、うんうんうん、時代に戻れみたいな、なんかそんな印象あるけど、はい、実はそうじゃない。あ、こういう若い人の保守論が自民党の主流にね、うんうんうん、なればいいな、なんて思って、当時ね、僕、G2 っていう、はいはい、講談社のね、ノンフィクションの、ここにもね、書いたんです。安倍晋三とか平沼武夫とかね、前原誠司とかね、みんなが言ってる保守論の、一番最後にね、実はこの岩井さんの若い、まあ当時名もなきですよ。その彼の保守論を持って、まあ、その時からの実は取材、うん、そうなんですよ。だから、そういう意味ではね、新しい何かこう価値観を持ってね、はい、挑戦していくっていうのは非常にいいと思う。で、ただやっぱりこの現職川勝さん強いですからね。で、やっぱ実績も残してる。で、はい、だからその辺がもう、まあ、がっぷり四つの政策論争になればいいと思いますけどね。うん、だから争点はリニアあたりになるんじゃないのか。まあ、もちろんコロナとかね、はい、ありますけれども、まあ、その辺でどういうふうなこう論争になるのかなっていう感じですけどね。まあ、報道によれば川勝さんはリニア問題と新型コロナ対策、東京オリンピック・パラリンピックの成功に先進すると、まあ、その危機にある中、うん、継続が大事だというふうにおっしゃってますんで、うんうん、まあ、この辺の、まあ、特にリニア問題とかっていうのは、うんうん、まあ、当然ながら争点にと
いうと。あえて争点化するね。選挙っていうのは先に争点作った方が勝ちなんですよね。だからその辺がやっぱり川川さん、さすがにっていう感じは、すでにもうリニアを口にしてるでしょ。そうですね。だから、まあそこに岩井さんがどういうふうに挑むかという構図でしょうけどね。まあとにかくでも選挙がね、はい、これ自民党がまた候補出さないでね。なんてんじゃなくて、やっぱりその県民に選択肢をちゃんとね、示して行われるっていう、これはね、政治をやってる側の責任だから、川勝さんがもちろんまた出るのもこれも責任だし、はい、だからやっぱり他の党なんかがちゃんと候補を出してっていうね、政治やってる人たちの責任じゃないですか、選択肢をちゃんと出すっていうのはね。そういう意味では僕は選挙になって、まあ、よかったなというふうに思いますけどね。まあ、自民党としてはこの先の、まあ、都議選であったりとか、あるいはその先に衆院選も含めて考えると、うん、まあ、ここの選挙っても大事になってきますね。いや、大事ですよ。で、この前ほら3つの国政選挙負けてるでしょ。そうですね。だから、で、今回もほらどっちかというと実質的に与野党の対決っていう感じになってるから、はい、この影響がその今飯田さんおっしゃったね、その先の選挙にも影響していく、はい、だから自民党としてもどんな戦い方をするかっていうのは、これかなり勝負になってくると思いますね。お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。自民党を今月中に半導体戦略推進議員連盟創設へ。自民党の甘利明税調会長は昨日、党内に新たに半導体戦略推進議員連盟を発足させる考えを産経新聞のインタビューで明らかにしました。今月下旬に初会合を開き、甘利氏が会長を務め、安倍前総理と麻生副総理兼財務大臣が最高顧問に就任するとのことです。今日の産経にはね、インタビューの詳しいところが載ってますが、まあ、甘利さん、この半導体戦略というもの、うん、まあ、かなりね、推してらっしゃるということですね。いや、というか、もう、要するに、やっぱり政治的にですね、はい、動き出さなければもういけないところまで、まあ、実は来てるという、まあ、証明でもあるわけですよね。だから、海外、またアメリカなんかもっと、危機感を持って、はい、まあ、早くからね、動いてましたから、まあ、日本もようやく動き出したと。はい、動く飾るを得ない状況まで来てるってことですよね。で、実際にその半導体の業界であるとかはどうなのか、はい、まあ、半導体不足というものもこういろいろ報じられてますけれども、そのあたりも詳しい国際技術ジャーナリストでセミコンポータル編集長兼、ニュース&チップス編集長の津田健二さんとお電話をつないでまいります。津田さん、おはようございます。おはようございます、津田です。朝早くからありがとうございます。とんでもない、とんでもございません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずですね、国際的なこの半導体産業の現状っていうのは今どうなってるんですか。ですね、これはもうここ20年ぐらいずっとなん、20年以上ずっとなんですが、世界の半導体はずっと成長しっぱなしです。成長しっぱなし。これに対して日本は全く伸びて全く停滞してるっていう、そういう状況です。国際的には昔は良かったのにと。そうなんですか。一時は良かったんですけど、今はもうここもう本当に1995年からとってみますともう真っ平らです、はい、日本は。で、世界は伸びてます、ぐーっと、ね、伸びてます。だから日本だけは今取り残されている状況ですね。はっきり言っちゃえば、はい、これ半導体足らない足らないってなんか最近言われてますが、どうなんですか、日本企業でできるもんなんですか。日本企業でできる、今日本企業で世界でと一緒に戦えるところはですね、3社しかないんですね、はい、ルネサスとキオクシアとソニーのとこの3社しかないんですけど、それぞれ例えばキオクシアさんは、はい、ナンドフラッシュっていうその吹き圧線メモ、USB メモリーに使われてるやつなんですけど、メモリーなんですけど、はい、あれしかやらない。で、ソニーさんは、はい、ほとんどがイメージセンサーって言いまして、カメラ、はい、スマホのカメラなんかに使うんですけども、はい、それしかやらない。で、ルネサスさんだけは車用の半導体、全部、車用にはいろんな半導体が使われてますので、それ全部、はい、ほとんどルネサスさんは一斉に、使
作れるという、そういう状況ですね。あ、じゃあ、はい、みんな分業化してるんですね、一言で半導体といっても。はい、だから日本の得意なところはそれ、この大手のうちの特にキオクシアとソニーはかなりのレベルまで来てるんですけども、それあまりにも単品ですよね、どちらもね、そういう状況ですね。なるほど、はい、これ海外のその流れとは違うんですか、こうやって海外もですね、はい、分業が多いんですけども、特に韓国とか と比べると量があまりにも少なすぎるんですね。メモリーの量がめちゃくちゃ多いんですよ、サムスンっていうのは。あ、生産する量ほとんど、ね、メモリーだけでやってるような会社ですから。それっていうのはやっぱり技術開発にお金をつぎ込んだってことですか。技術開発というよりも設備投資にお金をつぎ込んだんですね、韓国は。だから工場のキャパシティを増やしてですね、はい、たくさん作れるようにした。だからいろんなお客さんに対応できるようにした。日本の場合はいつも日本の国内しか見てなかったもんだから、今までね、はい、過去は。まあ、最近はもちろんグローバルに見るようになってるんですけど、外がじゃなくて中がメインだったもんだから、なかなかちっちゃいままで行かざるを得ない。で今その東芝の契約者なりソニーの CMOS センサーなりはこれアップって言っちゃいけないんだけど、本当は言っちゃいけないんですけど大きなその、はい、スマホメーカーに納めておられるんですね。なるほど。だから成長できてるんですよ、海外と一緒になって。うーん、だから国内のメーカーと一緒になったらなかなか成長できないっていう、そういう現状ですね。あ、海外、まあ、特にそうなるとこうアメリカとかの会社と組むみたいなことになるわけですか。そういうことですね、はい、アメリカなりヨーロッパなりっていうところとうまく組んで、一つのシステムを作る、まあ、スマホを作るとかパソコンを作るとかっていうようなことになるわけです、はい、その辺だとその台湾の会社が結構伸びてきてるっていうのはそこら辺に事情がありますか。台湾はですね、ファウンドリーと言いまして、はい、その製造だけに特化してるんですよ。半導体を大きく分けると、はい、設計と製造に分かられるんですけど、アメリカはどちらかというと設計がめちゃめちゃ強い、はい、で製造は台湾が強いっていう、そういう住み分けになってきてまして、日本は両方やるんだけどどちらも中途半端っていう、非常にだから世界の流れとだいぶ日本だけが浮いてるっていう感じですね。いわゆる ガラパゴスと言っていいのかどうか分かりませんけども、はい、まあ、ガラパゴスの場合自分で成長しちゃったからあれはちょっとガラパゴスとは言いにくいんですけども、はい、でこの先、まあ、あの半導体が重要になってくるとサプライチェーンの話なんかも日米首脳会談でも出たりなんかしてきますけれども、この先この半導体ってものどうやって日本はやっていけばいいですか。まあ、やっぱりですね、あの海外と日本の一番大きな違いはですね、はい、その総合電機っていうのは上、親会社みたいな形が上にいて、その下にっていうか子会社として半導体産業があった、あるんですね。そうじゃなくてアメリカもそうですけど、アメリカもヨーロッパも台湾もどこの国もそうですけど、みんな半導体だけ独立してるんですよ。まあ、サムスンはちょっと特殊ですけど、それ以外の全ての企業はみんな半導体だけ独立してるんですね。そうすると今半導体が大きく変わったのは、昔はですね、産業の米なんて言われて、はい、言われた。そしたらその意識は多分あるんじゃないかなって気がするんですね。米だったら、だから米だったら輸入すればいいし、あるいは代わりにパンもあるしパスタもあるし、何でもあるじゃないですか。米じゃなくて今半導体はシステムの頭脳になってるんです。頭脳、はい、でね、全てのものが頭で考える、 そのための骨格が半導体なんですね。骨格っていうその頭脳が、はい、だから頭脳が切れちゃったら全然動きは取れないじゃないですか。何でもそうですけど、そうそう、だから一番日本の弱いところは頭脳が弱いですねっていうところになってます、はっきり言って。だからこれをとにかく上げるためには、はい、みんながそれぞれが考えなきゃいけないんですね。だから今は東芝さんはそのキオクシアっていうところがこの付き合ってメモリーを作ろうっていうんで一生懸命やってらっしゃるし、ソニーはシームスセンサーで、はい、できますよって一生懸命やってますけども、だそれプラス少しずつ広げていくだとか、なんかそのようなことをそれぞれの会社は考えなきゃいけないんですね。なるほど。私も、昔ですね、アメリカ
が日本に抜かれて、はい、た時期あったんですよ、バブルの頃に、はい、その時は日本が51か 2% ぐらいのマーケットシェアを取ったんですね、世界の、はい、その時代はにアメリカは負けちゃったから、じゃあどうして勝ってきた、まだ今のように復活できたかって言ったら、それぞれの会社がそれぞれ自分の得意なところは何だろうかということを考えながらですね、はい、そしてその世界のトレンドはどういうふうに今動いてるんだということと2つ合わせながら、うん、じゃあうちの会社はこれが強いからこっちをもっともっと強くしていこうというようなことで復活した会社がたくさんいます。インテルもそうですし、はい、その TI もそうですし、うん、そのあるいは突然生まれてきたクアルコムっていう会社なんかは、はい、この今スマホの部門を抑えてる会社です、うん、だからそういう自分で自分の得意なところ何だろうかって一生懸命やって、はい、でやあの発展してきたところ復活したところが多いんですね。だから日本が自分でやりたいと思っても全部親会社 の, そのに抑え株主とかですね人事権も持ってますから、はい、変なことやったら首飛ばされちゃうわけです。なるほど。そうすると無難なものになっていかざるを得ないと。今まで日本が半導体復活させようとして失敗したのはみんなそこにありますね。なるほど。だから例えばですね、はい、ヨーロッパなんか特にそうなんですけど、インフィニオンという会社は今、うん、世界のトップ 10位か11位ぐらいの会社なんですけど、ここはですね、シーメンスっていう会社から独立したんですよ。なるほど。で、親会社の株は今ゼロですから。完全な独立ですね。そのぐらいの腹のくくり方しないとダメなんだということなんですね。そういうことです。そうじゃないとですね、はい、やっぱり IT はスピード速いですから、それをついていかなきゃいけない。なるほど。うん、ありました。津田さん、朝早くからどうもありがとうございました。いやどうも。またよろしくお願いします。いろいろ教えてください。ありがとうございました。津田健二さんにお話を伺いました。いや腹くくらなきゃっていうのは重いですね。だけど20年ですってよ。これやっぱなんだ、日本政府のね、半導体やっぱり政策っていうのかな、戦略、そこもちょっと遅れてるのかもしれませんね。今日のスクープアップ、半導体戦略今後日本はというあたりも含めて考えました。このコーナー含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。